ということですね、三浦半島の先っぽ最先端の城ヶ島っていうところにねやってきました。島なんですね。ということで、まあそんな大きくないのでぐるっと一周してみたいと思います。海もかなり綺麗ですね。透明度めちゃくちゃ高くないですかこれ。ほら、こういったなんか岩場が特徴的みたいですね、ここは。ここの京急ホテルっていうのは閉店しちゃったみたいですね。コロナの影響ですかね。こういう岩場がすごいですよね。ジャンジャンジャンみたいになってるみたいな。ちょっとあのジャキジャキの先端まで行ってみましょうか。こんな綺麗だとちょっと入りたくなるよね。すごい透明。うわあ、先端来ました。すげえ。ちなみに今ですね、島の西側にいます。そっからぐるっと東側にね今から向かいます。とにかく岩場がすごいっすね。こことかえぐくないですか。なんかね、海入ってる人がいたり、釣りやってる人がいたりとかね、シュノーケリングとかもできるみたいでやってて、すごいいいっすね、静かだし。もう火星みたいっすもん、ほら。火星歩いてるみたい、俺。ここはすごいですね。すげえ。いや、前回行った多々良浜に負けず劣らずですね。すごい水が、ほら、めちゃくちゃ透き通ってる。あそこ穴があります。すげえな、人がいた痕跡がある。おお、無人島やん。無人島じゃん。もうここ完全に無人島ですね。やばくないですか。掘れ穴があってっていう。ここだけ入り江になってます。ここ無人島感すごいですね、ここのエリア。見てほら、なんかボンベとか落ちてるし、砂がねめちゃくちゃこう重いんすよ。深く沈むというか、こういうとこもすごいですよね。本当に島っていう感じがしますよね。馬の背洞穴、おお、すごいなこれ。すげえな、景色バチクソいいっすね。おお、すごい。半端ないね、ここの道。あっち、ひたすら進みます。どこにたどり着くんだこれ。ちょっと開けてきた。どっちだ、いやどっち、
え、万字とかかかる。いやわからんって。井戸とか怖っ。あ、敷地か。え、大丈夫これ早く抜けたいんだけど。なんかこういう感じで分かれ道が結構多いんですよ。ちょっとね、なんとかね、 Google マップを見ながらね進んでるっていう感じですね。なんだこれ、畑があるぞ。いや、汗だくや。うおもうセミやら虫やら半端ないね。人が通んないから俺が通るとうわーみたいなごめんなさい、通ります。人間通ります。申し訳ねえ。全然たどり着かんやべ、スリルだね。ちょっとスリル感じます。スリルの中のワクワク感というか、俺のなんか冒険心がすごい湧き立ってます。今出てきました。これですね、こちら。内側も最高っすね。着いたと思ったらこれ最東端じゃなかったです。これ灯台ですね。阿波崎灯台。さっきの塔がここですね。でこっち行ってみますか。ここお、開けた。どれだ最東端どこだ。あの辺かな。あの辺行ってますか。この白いやつがなんかビクトリーロードみたいに続いてますね。来た来ました。これ絶対最東端。これ最東端来ました。ということで、三浦半島の先っぽにはね、こんなに綺麗な自然あふれる、で水も海もすごい透明度の高いね、素晴らしい城ヶ島っていうね、ものがあったっていうことでした。はい、ということでめちゃくちゃおすすめなので、皆さんぜひ来てみてください。ということで、それじゃあ。